気がついたら今僕はここにいた。北金岡って感じで書くこの三種町の駅から自転車で出発いたします。なんて読むんでしょうね。三種町、まあいいや、三種町の、まあいいや、駅からね自転車で出発してですね、駅の裏手まで行きました。裏手に回るとね、住宅が建っておりましたね。そして何もないところを通り過ぎていくとですね、能代市に入っていきます。ちょっとぼやけておりますけども、そして能代市をね自転車でスーッと通っていきます。能代市でございます。錆びれた建物なんかもね建っておりますね。自転車で通り過ぎていきます。八郎、能代市内をね流れる川ですね。なんていう名前だったか忘れちゃいましたけどもね。田んぼでしょうかね。冬の景色でございます。2021年の3月の20日でございます。風を避けるためのね柵みたいなのが見えましたけどね。こっからね八峰町、八峰町というところに入っていきますね。八峰町でございます。でも近くのねこの五能線の駅はね能代市にあるんですね。冬の田んぼでございます。今僕が自転車を漕いでいるのは秋田県でございます。八峰というところ、まあそこら辺でございます。八峰町なんですけどね。とにかくね五能線の取り方、取り方という駅がそこにあります。約1時間後に電車が来ます。周りにお店がなくてね、暇でしたね。なんか買ってここに来ればよかったなって思ってましたけどね。じーっと待ってましたね電車をね。なんか買ってきて食べればよかったなと思ってますけどね。でこっから輪行いたします。この八峰町のね先っちょまで行って、そしてまた折り返して戻っていきます。先週18切符を使っていたのでですね、そういうことができたんですね。岩方っていうところまで行って戻ってくる予定でございます。綺麗な車内でございます。五能線に乗って海沿いに北上していきます。田んぼと建物が見えております。その向こうにうっすらと日本海が見えております。穏やかな日本海ですね。向こうの方に陸地が見えているのは多分男鹿半島だと思いますね。車窓に海。気がついたら今僕はここにいた。